まあちょっと初心者の方もいるってことなんで、最初の段階からロッドを継ぐとき突風から継いでいきます。バットから継いでいくと具合悪いんですよ、これ。それでマルチピースの場合はどうしてもロッドのしなりが入る関係で抜けやすいとかってやっぱり緩んできちゃったりするんで、ろうそくのろうとかフェルルワックスとかなんか塗ってあげた方がしっかり止まりますね。それで1時間ぐらい釣ったら緩んでないか一応確認するような感じ常にして続けると、特に6ピースとかね気をつけた方がいいですね。それでガイドがまっすぐになってるか確認して、大体 OK なら OK です。そんながっつりまっすぐにする必要はないので、で783ですね、はい。ありがとうございます。今日はなんかそうあんまりお勧めしないんで、はい、15分と言います。今でもでは15をつけますんで、ていうかつなぎ方だけちゃんとやりましょうか。それでラインの方ですけど、必ず釣り始める前に癖しっかり取っていきます。8メーター分ぐらいでいい、常に使う距離感ですね。これテクスチャードじゃない普通の LDL ラインだ、はい、ってことはラインメンテナンスしなきゃいけないんで、この引き出した段階でパッドにつけて動いて、まさにパッドにつけたジェル状のフロータントです、はい、リバイタライザーとかでいいですけど、ロッドにラインを通すときは竿2本分ぐらいまず用意して出してもらって、それでラインの先端を必ず折って通しましょう。スペットで通すとどうしてもまた落ちてきちゃうんで、リーダーついてない前提でやってます。それで竿2本分で通してくると、だいたい手元にラインの先端が来る状態ですね。それでリーダーほぐしていくんですけど、ちょっと一回これ切りますか、ね、ラインとリーダー結ぶときはまず最初にやるのはクリッパーの先端で2ミリ刺して貫通させる、これです。先端から中心に2ミリ刺して通す、この状態にしといてリーダー用意します。新しいラインの場合伸縮性がすごいいいんで、穴開けてもすぐ閉まっちゃうっていうか通らなくなっちゃうんですね。だからこれで差しっぱなしにしてこうあだこだやってれば形状記憶的っていうか穴が戻らなくなるんで、それでティムコのこのパッケージですけど、こう矢印のようになってるんで、こうやるとここでペチッと切れてめちゃくちゃ開けにくいんで、これ横にスライドです。そうすればスムーズに開けられます。ここに矢印書いてくれよって感じしますけど、まあ時すでに遅しなやつですね。まあリーダーも今度モノフィラーのやつは発売になると思うんですけど、近いうちに。それでリーダーほぐすときは必ず3本指で
内側からしっかり張った状態で丁寧にほぐしてください。長いペットのついたリーダーっていうのはどうしても始める前にトラブル起きちゃうこと多いんで、このほぐすときすごい気を使わないといけないんですけど、この段階で結構トラブル人多いんで気をつけてくださいってことですね。でこれも先端からしっかりこの巻き癖取っていきます。今 4X の15フィートですね。それでこの太いとこと細いとこのここを引っ張るときは加減しないと、太い力点の作用というかテコの原理じゃないですけど、切れちゃったりすることもあるんで全力で引っ張らないように気をつけてください。それで太いところは全力で引っ張って大丈夫ですよね。でこうベローンってこう巻き癖なくなったら OK ですので、それで先端を斜めにカットします。それでここで外します。そうすれば こういう感じに針が刺さった跡があるんで、そこに斜めにカットした上辺を突っ込む感じですね。見えない。これで通りましたね。これで通った状態で、それでこれに一コブ、ハーフヒッチではダメです。ちゃんとこういう状態です。こういう状態。で、コブがちょうど通したところに来るように。こういう感じですね。まあこれだけでもまあ全然大丈夫なんですけど、ね、一応瞬着まあこのまま使っても全然あれですよ。60のニジマス釣れてもここから切れることはないですよ。これしかも交換するとき引っ張れば簡単に抜けますんで、ただ太いところと細いチペットって考えると、それこそ力点の関係から切れるときは必ず細いチペットの方から切れますんで、心配しないで使って大丈夫です。それでリーダーチペットにもグリース塗っておきます。このときね、ロッド流れ側に結構直角気味に下げといた方がトラブルは少ないですね。これ上流に真上に向けてると流れからなんかこう必ずぐちゃぐちゃだと手元に集まってくるんで、こういう風に足元に絡む原因になりますので、真横に出しておきましょう。でここからチペットです。だいたい普通の渓流においては 6X ぐらい、まあフライサイズが15番から11番っていうサイズ、まあ普通の感じでいけば10番から16番みたいな感じですかね。それを使うにはだいたい 6X チペットっていうのがバランス取れてますんで、ほとんどシーズン半分以上は 6X 使う機会が多いですかね。それ以下のフライをメインに使う場合は 6.57 って下げていって、9番、要は8番10番がメインの時は 5X にチペットは変えます。今一疲労と半取りました。8フィートぐらいですか。15フィートって 15.5 フィートあるんで、
これだと24フィートぐらいになっちゃうかもしれないですけど、調整します、ね、それであのリーダーとチペットの結び方は俵結びって言って8ノットの3回転ですね。1回こう輪にしたらこれを1回2回3回そこに切れ端とチペットを通しちゃいます。そうすれば8の字型にこう結ばれていきます。これ上手にこうスライドさせることによってあのリーダー側あんまり切らなくて済むような締め込みできますので、必ず締め込むときは切りたくない方向にずらして絞ってあげればどんどん短くなっていくことは防げますので、それでこの締め込みしっかりやっとかないとあの結び方ができてないってなってあの高切れを起こすんで、あのしっかり4方向から締め込んでください。それでしっかり締め込んだらあのトラブルの原因となるあのこっちがリーダーでこっちがチペットですね。それでこの上側向いたこの切れ端っていうのがこう固めて落としたいときにここにこう引っかかってこれトラブルの原因になるんで、こっちのリーダー側にチペットの残りをハーフヒッチかけます。こうです。これこう絞っていけば結び目は全部下側に下がります。これでギリギリカットします。こんな感じですね。でここにもチペット側にもグリース塗ってきます。これでどれぐらいですかね、6度ちょいなんで 22.5 から23フィートの間ぐらいのシステムになります。それでそこにフライですね。フライ結ぶのに関してはあの自分が一番やりやすい方法であれば何でもいいと思うんで、見やすそうな13番ぐらいのパラシュートとりあえず結びます。まあ魚が出るとかじゃなくて皆さんがあの見やすいように。で俺の場合はユニノットの3回転ですけど、これはクリンチでもダブルクリンチでもあのしっかり締め込んでさえいれば大丈夫ですので、ただあの結んだところの針の地元のところがあのチリチリにならないような結び方で締め込んでください。であの沈めたい部分にはあのカーブシャンクル、これカーブシャンクなんでカーブシャンクの部分は指で隠して上のところだけですね。これでとりあえず準備は完了です。それでだいたい自分あグリップを持って一番遠いスネークガイドにフライを引っ掛けます。で ここでこうラインあのチペットを押さえた状態で巻き取りますけど、この時も竿をあの上げないでください。それで竿先を見ながら巻き取ればあのトラブルなくあのブルブルブルってこうならずにあの巻き取れますので、これ7フィート8インチ3往復してラインがこれだけ入ってるのがだいたい23フィートですね。でこの長さっていうのは自分があの扱える長さっていうことなんで、あの皆さんにこの長さをおすすめするものではありません。あのちょうど投げてみてあのちゃんとターンオーバーできるギリギリの長さがその人にとってのロングチペットリーダーだと思ってくださいですね。だからあの決して無理しないように、最初はあの13フィートのロングあの LDL だとしても多分持て余すかもしれないんで、
あの両側もう50センチずつ詰めて、もう11とかそれぐらいにして、そこにティペットは必ず一ひろ足す。そんな感じであのリーダー全体を詰めて、ティペットは必ず一ひろ以上つけるっていうイメージの方がいいと思うんですね。あのリーダー詰めるときはティペット側だけ詰めるんではなくて、バット側も一緒に詰めてください。あの構造としては LDL はあのど真ん中までがあのバットからテーパーになってます。それで半分より細い方はほぼティペットで出来上がってますんで、その要はテーパー部分を残したいっていう感じですね。だから短くするときは必ず両側から同じぐらいカットして詰めてあげて使うっていうのがいいと思います。で始めたいと思いますけど、始める場合ですね、まずはリールに引っ掛けたティペットを外します。でこのティペットは持ったまま、でこれを目いっぱい引っ張り出します。あのラインの方ですね。でこう張った状態作ります。でこう緩めるとあの完全にフライがぶら下がった状態になるんで、それでポンってやればフライ落ちますんで、次2回目、でこの時にあのちょっとライン出なかったりしたら、あの水面につけてこう引っ張り上げると、これぐらいで終わった場合、これリーダーを水面につけてこう引っ張り上げてあげれば、その水面張力でラインの先端はすぐ出ますんで、ラインの先端が出たらこれでもうフライを手元に持ってきて、このフライを手元に持ってくる場合もあのリーダーの途中を持って振ればあの必ず手元にフライ来ますから、あの手繰り寄せるっていう感じじゃなくて、振って手の中でリーダーチペットをスライドさせて持ってくる感じですね。それで始められます。さっきから言ってるように、あのその人のロングティペットリーダーっていうのは、あのいざとなったらフライをターンオーバーさせてるから、今ターンオーバーしたの分かりますか？これ23フィート以上ぐらいついてますけど、いざとなったらこうやってあのターンオーバーさせることができる。これをいざとなったらできるぐらいをちょっとコントロールして落とせば、こういう形で今落としたんですけど、フライ先行でこう吹きのある状態を作ってナチュラルドリフトさせやすいっていうことですね。お、出ました、出ました。こういう感じであのたるみ、あのたるみを作って緩いところを流せば、あのパクってあの有速さを生かして、こういう感じですね。ラインはどんどん流れてきますけど、フライはあそこに留まってますね。これぐらいドラッグがかからないっていうのが、あのこのロングティペットリーダーのゴミがついちゃった時も、あのラインを全部回収するんじゃなくて、手で持って振れば手元に来ますんで、あのラインの先端入れちゃうと始めるのがすごい困難ですね。基本投げたらすぐ手繰る準備をしてください。投げたらもうあのこの中指に確実に引っ掛けてもう回収してくる。このロッドティップの先端にたるんだラインを置かない、これが重要で、これどこでもあの一緒なんですけど、あのとにかくたるみを多く作れば作るほど、これぐらい作れば作るほど手前の流れはどんどんライン流してきますんで、これ回収してあげないと。これ回収しなかった場合ちょっとやってみますね。これこうやってあのハンドツイストした
せました。足りません。合わせがつきませんになっちゃうんで。もう一度やってもらっていいですか。はいはい。ハンドツイストぐらいでこうやっていきます。で、出ました。この程度ですね。バシッと合うところまでいきませんので、それを解消するためにはしたらかぐるで合わせたらピシッと合うっていうこういう状態を作らないといけないですね。あのキャスティングに関してはあのティペットとかあの針がクロスすると必ずトラブルになります。あの引っ張り続けてれば、要はこう円描いてようが、あのそれこそこうやってようが、クロスするところがなければ別に何も引っかからないんですけど、あのポニョンとテーリングが起きたとします。これ面ずらしてるんでとりあえず引っかからないですけど、これが面もずれて入ってくるとすぐトラブルになるんで、それにならないためにはロッドのティップの軌道がこうちょっとだけ扇状にストレートに来ることが重要で、あのそれに対してはあのイメージとしてはちょっとこう扇形に振ってあげる、先端をストレートにあの振ってあげようとするとこんな感じになっちゃう。じゃなくてもうちょっと扇形にしっかり振ってあげるようにして、ロッドに負荷かけてあげればあの曲がり込んであのこう曲がり込みながら先端をまっすぐ引っ張ってこれるんで安定したループになるんですね。あとラインの重さをずっと感じながら振らなきゃいけない、あのコンスタントテンションっていうんですけど、常にロッドにラインが乗ってる感じ、重く感じる感じを作ってあげれば、だいたい思い通りのところにループを運ぶことができます。それであとは方向ですね、振る角度、まあこういう木があるってなるから、あの今ちょっとサイド気味に振ってますけど、これが何もないってなる、まあ何も問題なければ一番はっきりしてるのはあのオーバーヘッドですね。オーバーヘッド、それ流れが逆にあるとかあの低い場合はオフショルダーみたいな、こういう形どこから振ってもちゃんと同じようにあのナローなループで釣れないとあのポイントに同じような形で落とせませんので、水平で振っても一緒です。これがワイドなループになっちゃった場合どうなるかっていうと、こうなっちゃいます。こうなっちゃったら全然推進力がないし、最初から張った状態で落ちちゃうんでドラッグかかりやすくなりますね。これサイドから振ってもナローな形でしっかり V 字型に落とせるっていうのが、やっぱりどんなポイントもちゃんと流せるっていうコツになっていきますんで、オフショルダーもちゃんと水平まで、ここまではできないといろんなポイント攻略することできませんので、この角度いろんなところから同じループを繰り出せるようにあの練習した方がいいと思いますね。だから一番はオーバーヘッドキャストをちゃんと覚えておけば、真上からちゃんと投げられればそれをどこからでもこう方向を変えられる。
ことですね。で、ちょっとまあ、新しいポイントを説明します。